まあ、そうですね、今年からっていうわけでもないんですけど、まあ、このチーム組んでまだ日が、まあ、3ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、まあ、とりあえずはこの日本選手権を目標に、まあ、練習してきて、まあ、開催地枠ってことで出場なんですけど、まあ、一戦一戦大切に試合をしていきたいなと思っています。まあ、あまり練習する時間もなくてっていうところなんですけど、まあ、お互いできる限りの練習はしてきたつもりです。チームのアピールポイントはどのあたりですか？そうですね、みんな仲がいいということで、はい、お互い何でも言い合えるようなそんなチームワークが、チームワークを発揮して戦っていきたいと思います。まず1勝することが目標だったので、まあ、1試合目でまず目標を達成できたということで、まあ、次の目標は予選突破を目標に頑張っていきたいと思います。まあ、1試合1試合一投一投、集中して精一杯頑張っていきたいと思います。はい。